いわゆる共謀罪法案の採決も終わって国会は日曜日には閉会となりますがこの加計学園問題の追及は今後どうなっていくんでしょうか、はい、そのことに関してですね、午後になって動きがありました明日午後、参議院で,です、ね、安倍総理が出席して3時間、集中審議を行うことが決まりました。 もっとたっぷりと時間を取って総理自身が問題ない自分は関係ないと言っているのであれば堂々と長時間の予算委員会さまざまな委員会の場所を持ってお話をするべきだと思っていますこのように話した蓮舫代表ですけども自らは質問には立ちません民進党側はさらなる議論の場が必要だとして国会が閉じた後ですね衆議院でも審議を行うよう求めています一方で政権側としては 文科省内閣府双方に調査を指示した上で国会でも説明することで、まあ、逃げたですとか隠蔽退出という批判を交わしたいところです明日の委員会のポイントはですね総理の意向があったかどうかということになりますけども安倍総理としてはですねいかに処理が適正だったかということを訴えて世論の理解を得たい考えです